ここでしょ。はい、どうもこんにちは、ムメイです。今日も楽しくスマブラスペシャルやっていきたいと思います。今回はですね、アイクの即死コンボについて触れていきたいと思います。やり方は簡単ですね。クーエヌクーエヌクーエヌ最後クーエ、これだけですね。これですね。かなり難しいです。入力は簡単なのにタイミングがめちゃめちゃ難しいので、これ練習あるのみって感じがしますね。本当にもう結構ずれたりすると本当に入らないので、めちゃめちゃ難しい。うん、めちゃめちゃ入りづらいですね。マジでタイミング難しいですね。これはちょっと練習が必要かなと思うんで、皆さん頑張ってください。ということでね、ちょっとね、オンライン対戦の方移っていきたいと思います。さあやっていきましょう。相手マルス。うわ、 FE バトルかよ。FE バトルだな。よし、頑張っていこう。オッケー、オッケー、いいね。アイクはね、リーチもあるし、オッケー。難しいな。下投げ、お、下投げで通じるんだ。オッケー。なんで空砲当たんない。オッケー。オッケー。オッケーよ。アイクはいいね。射程ある。めっちゃ射程ある。射程っていうのかこれ。リーチ？リーチが長いからめちゃめちゃ強い。今までのスマブラを見るとね、アイクね、結構大振りだったんだけど、技が。オッケー。ちゃんとコンボもつながるようになってるんだよね、今作。痛いね。オッケー。ここでしょ。そこでカウンターすな。痛い。マベコンはいいね、強い。 OK、 いいよ。あー、どこへ行く。アイク難しいな。はい、お疲れ様でーす。まあまあまあ、今のはハンデということでいいでしょう。難しいな。よいしょ。なんだ。オッケー、オッケー、さようなら。俺も死ぬ。危ねえ。危ねえ。アイク復帰弱くね。全然なんか横の復帰がないぞこいつ。大丈夫か。さあ次の試合はベヨネッタか。ベヨネッタわかんねえな。頑張って戦おう。いいよ。待て。難しいな。オッケー。オッケー。ロイはね、なんか重い。そうだよな、ベヨネッタはそれがあるのが強いわ。オッケー。オッケー。
オッケー、いいよ。うわあ、なんだっけ、ウィッチタイムだっけそれ。はい、お疲れ様でーす。そう、ウィッチタイムもね、弱体化されたとか言うけど全然強いからね。オッケー、いいよ。マベコンしていく。オッケー、いいよ。いいよ。マベコンしていく。相手焦ってんじゃないですかね。ほい。いいよ。痛い。射程長。オッケー、ここ。はい、お疲れ様でーす。コンボがあるから強いな、やっぱベヨネットは。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。ロイはなんか内側の方が強いのかな、わかんないけど。マルスはさ、外側だけど。シュート、オッケー、いいよ。いいよ。つえな、ベヨネッタ戦いずれ。ほい、お疲れ様でいい。ここ？ここじゃないですか？お疲れ様です。ロイいいな、楽しい。あ、ベヨネッタも全然強いっすね。苦しい戦いだった。さあ次の試合、デデデですね。デデデか、この相性どうなんだろうね。 X の時は、まあ、ディディの方が有利だったのかな。OK、 いいよ。オッケー、いいよ。ここで空中コンボ、いいよ、いいよ。よいしょ。バナナ杖投げて。いて、なんか当たんねえ。いいよ、空砲。何で飛ばせばいいんだろう。ここか、よし。ゴールドは一応さようなら。なぜだ。バナナ使いたい。よいしょ、投げて。なんかコンボ入んねえぞ。 OK、 あれ入んなくなった。入んねえ、入んなくなったのかこれは。痛い。はいよ、いいよ、いいよ。コンボしていく。痛い。ここ。いいよ。バナナ。オッケー。いって。ここ空砲。バナナを拾って。投げて。うわ、取られた。オッケー、よ。バースト。3対1。危ねえ。うわ、危ねえ。投げるな。
オッケー。いやゴルド強えな。ゴルドをね、裁かないといけないからね、デデデ相手するときは。いいよ。オッケー、いいよ。空港。いいよ。オッケー、いいよ。え、なんで？ここ。まだな。ここじゃないですか？メテオ！オッケー！気持ちいい！ディルコング強いね。